アマースト大学はマサチューセッツ州に本部を置くアメリカが衆国の私立大学である1821年に設置された1875年頃のアマースト大学キャンパス2008年度の US ニュースカレッジランキングのリベラルアーツ大学部門で1位に選ばれた最新の2020年度同ランキングでは長年のライバル校であるウィリアムズ大学に次いで2位につけている 全米最高峰のリベラルアーツカレッジである。教育理念はテラスイレイリントであり、社会に貢献する人物の育成を目標としている。世界中から極めて優秀な学生を迎え、経済的、文化的、人種的な面で多様性を重視した教育実践を行っている。 平均クラス規模約10名という徹底した少人数による学問教育から卒業生には4人のノーベル賞受賞者を輩出している。なお、同校卒業生の新島城が設立した同志社大学ではアーモスト大学の表記を使用している。徹底した少人数教育から入学するのは大変困難である。2021年度の合格率は8%と、 バロン S やプリンストンレビューなどの主要な大学ランキングでも最も入学が困難な大学の一つに選ばれている。各学年400人程度で1000人の教授数は200人強、学生総数は約1800人で、基本的には全寮制であり、アットホームな雰囲気が持ち味である。提供されている授業の89%が10人以下である。徹底した。 少人数教育のため卒業生数は少ないが、著名な卒業生を多数輩出している。カーネギーファンデーションによれば、2018年度、卒業生として2014年に受け付けた学生の84%が、高校時の成績がトップ10である。以下を参照のこと。米紙 US ニュースワールドレポートでは、アメリカのリベラルアーツ大学として10度1位を、 獲得しており、現在は、ウィリアムズ大学に続いて2番目となっている。2008年に、ホーブス氏が、学部学生をランク付けする企画を行ったが、教授の満足度や、生徒の借金、卒業率など様々な点で評価された結果、アメリカで7番目に優れているとされた。2010年では、ワシントンマンスリーにおいて、研究成果や研究での賞金、卒業後の給料から、 大学のランク付けが発表され、アマースト大学は第5位となった。また2004年には、米国の高校生の大学進学実績に基づくランキングで、ブラウン大学、コロンビア大学に続いて第9位にランクされている。特筆すべき点として、卒業生の大学院進学率が80%を超えることが挙げられる。また、ボーギングスクールからの進学者数が多い。 大学である。そのため大学は、潤沢な寄付金で充実した、奨学金制度を設けている。学生一人あたりの寄付金総額が、ハーバード大学を上回り世界一である。また2009年には一人の卒業生が単独で125億円相当の寄付をしたことで有名である。そのため奨学金制度も手厚く、在学生の約6割が何らかの経済的支援を、 大学から受けている。現在、大学からの奨学金は基本的に返済不要である。1920年代より、日本国外務省から毎年数名の新人外交官が英語研修生として派遣されている。日本から第3学年に編入を希望する学生に、対して、内村スカラシップと新島スカラシップがそれぞれ、学年で募集されており、卒業までの2年間、 授業料、料費、食費がすべて支給される、奨学金制度がある。アマースト大学は5大学コンソーシアムの一つである。学生は近隣の4つの大学で5300の授業を無料で受けることができ、800万冊の図書館の蔵書にアクセスできる。ジョンソン・チャペル、ありがとうございます。